夜間とアイドル。それでは夜間とアイドルのメインコーナーがありまして、そちらの方のタイトルコールアイドルさんにお願いしてます。お願いしていいですか？はい、私の三大要素。はい、これはもう出していいんですか？あ、いいですよ。それで3つ発表していただいていいですか？はい、じゃじゃん。結構大まかなんですけど。いやいや、いいですよ。まず音楽、そしてお米、はいはい、睡眠。 なるほど、音楽、お米、睡眠ということで、はい、さあ、それでは1つ目。まず音楽からお聞きしたいんですけれども。そう、これは高校生の時に、XJAPAN のヒデさんのことが大好きで。そうなんだ、ヒデさんからなんだ。そう、で、今まで誰かのファンになるとか特になくて、好きなアーティストもいなくて、好きな芸能人とかも特にいなかったんですよ。だけど、ヒデさんが初めてファンになったアーティストで、で、それをきっかけにロックとか聴くようになって、で、海外洋楽のメタルとかハードロックとか聴くようになって、っていうので、そこからずっと音楽が好きですね。そうなんだ。はい、音楽を好きになったきっかけはヒデさんなんだ。ヒデさんを好きになったきっかけっていうのは？ヒデさんはもう完全にもう YouTube で偶然っていうのなんですよ。たまたま？本当にそうで、多分16歳とか、本当高校入ってすぐぐらいの時に YouTube で見てて、なんかその関連動画みたいなので、XJAPAN さんの紅のライブ映像のサムネイルが、まあ、まずそっか、クレナを見てた。そうなんですよ。で、あって、で、当時そのバンド名は知ってたんですけど、あんまパフォーマンスとか見たことなくて、はいはいはい、で、でも再生回数がすんごいから、もう当時としてもそうだろうね。すごい、もうすごい数だったんで、なんか常識として知っとかなきゃいけないのかなみたいな。そこが偉いね。そこだね。知らなかったんで押したら、はい、そのギタリストにすごい目がいって、はい、で、ヒデさんでっていうのが始まりですね。なるほどね。それで、まあ、いろいろ探ってて、まあ、ソロでもね、そうです、自分でも活動なさってるから、はい、なさってたからね、うん、そうなんです。そこから沼っていきました。あ、沼ってった。そう、でも自分のパフォーマンスだったり、なかなかそういうのっていうのは結びつくものなんですね。大体表現あるんですか？でも、シャツ結構ロックテイスト多くて。なるほど。そうなんです。だから、その、なんて言うんだろう、ロックっぽいイメージでとか言われると、やっぱイメージは湧きやすい。はい、イメージどころ3位じゃないだろうって、そこ、そこもっとっていう。いや、でも、なんか、やっぱ水巻きたくなっちゃうんですよ、ロック。ロック影響されると。さっきフェスイメージもあるんですよ。あ、ほんとですか？なんか、そうそう、ちょっとじゃないけど、フェスにいたみたいな。あ、そう、フェスよく参加するんですけど、そう、やっぱ物をすぐ投げたくなっちゃうんで。物を投げたくない。そう、だけど、いいライブ。いや、最近はちょっとできてないんで、そろそろ巻きたいなっていう気持ち。あー、でも社長真骨頂って感じがしていいね。ぶち上がる感じはね、ぜひぜひ。まあ、そういうところのルーツ。そうですね。というか、自分を作るものとして、まず一つ目は、はい、音楽ということで。はい。お弁当でも、米は絶対に完食するんですよ。もう、おかずじゃなくて、お米でいいから。米でいいから。また今日の素敵な言葉出ましたね。この番組はあつーさん、みやっくーさん、さとまーさん、かにさん、なおちゃん大好きエリエリさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。バイバーイ。